えー、今日はですね、はい、私たちの先輩が築き上げた世界一の海軍ということで、はい、なんかちょっともういきなり熱い感じですね。はい、もう熱々なんですけれどもね、はい。今日見れば海軍のこと、日本の海軍の歴史が。はい ほほぼぼかまあ川上か川下まで下ネタはなしでちょいちょい入れるねこっちが下ネタ言ってなくてもね前回のゲストとかはねんかこうぶっこんできますねみたいなるほどね下ネタとして間違って拾われた 話がいろいろありますけれども川下ネタはいはい川下ネタ川下ネまあでも下ネタもみんな好きみたいですのでいやいや私苦手なんですけどもそうですかわかりましたそういうことにしておきましょうはいで日本海軍ですよね日本海軍のまあ今日はスタートから自衛隊までの手前ねさっきの対戦のねところまでの海軍 スタート始まりから、はい、まあその魚災とか含め、はい、あの戦いをずっと追っていくという日ですからね。はい、<で>特集として。まあ海軍というのは一言で言う。 うん、いうと、まあ、もちろん船,船の戦、海の戦をする軍なんですけど、国家としての軍ですよね、日本が国家として船団を組んだ、うん、あの船の戦を起こしたという意味で、じゃあ、日本海軍発祥の地というのはどこなのかということですよね、日本海軍がここで生まれましたっていう、うんで、これは別に私がそう思ってるとかじゃなくて、うん、戦前の日本はここが発祥の地だっていうのをちゃんと。 あの定義してるそう定義したんですよはい。皆さんどこかと思いますどこと思いますかね日本海外発祥の地で実はあのまあここちらこちらというかこちらの横にあるというかでねあのヒューガの国今でいう宮崎県のミミツ沖というところですねミミツ今のヒューガ市のミミツですねヒューガー1人いましたヒューガがいましたいましたいましたヒナタって書いたわけじゃなくてねヒューガーがい ボケブラ天国で日向ゴッホとか言って、日向でゴッホがなんかいるっていうのは、まだどうでもいいですけどね、この日向の国の、落ちがあれば大丈夫、いまいち落ちがないから困るんですけどね、ボケやって、ぼけさん出たら意外と食いつきがね、あるんで、日向の国、みみつ、今でいう宮崎県日向市みみつに、みみつ町にですね、ただ岩神社ってあるんですが、この境内に神武天皇腰掛け岩ってあるんですよ。あ かあのこれ、たぶん厳密降臨の近くだから。天村降臨はまあ高千穂とかねあの霧島神宮のあたりだとすれば、まあ皆さん、大丈夫ですよね、見てる方ね、天村降臨とかなかったとかね、いう人は、ここの中にあまりいないことを期待してるんですが、ちなみに天岩戸神社っていう神社に行くと、なんか天村降臨はなかったとか言われるんですけどねかまあそれはちょっといいとして、あの皆さんご存知天照大神、ね太陽の神様、天照大神の。 あの孫に当たる、まあ神様だから孫に当たる人ではなくて、まあ、孫に当たる、子供の神様のさね、子供に当たる。あの 存在であった、ににぎのみことと言っですね。で、ににぎのみことが天孫公にする、天下ってきたんですね、官僚が再就職みたいな、それはその元の語源なわけですけれども、天下ってきて、今の九州南部のにまに拠点を築いた、それで、お前の治めるべき国は地上にあると言われて、三種の神器、冷蔵庫、洗濯機ではなくて、剣と勾玉とね、御神経、それを、と、おいなを持って、 地上に置い入ってきて、はいいい、それを、まあ、報じて、ですね、うん、日本の地上の国を治め始めたわけですが、うんはい、ところが日本列島って、ああいうね、こういう形ですから、うん、ちゃんとこの日本列島全体を治めるためにどうしたらいいかということで、二荷巫のさんにひごに当たる方が、イワレヒコという方ですね、うんはいイワレヒコという人物が、ですね、えー、ついに、まあ 今でいう同じ日向の国のですねミミツからあの、自分がその拠点として都を構えるべきところは、どうもあの、まあ、今でいう近畿地方にあるということで、うん、人務統制というのを行ったわけですね、はいはい、その人務統制の出発の地が日向の国ミミツだと、うん、これは古事記日本書記に書かれているわけですけれども、そのミミツにですねこちら、これは実は昭和15年、紀元2600年に当たる年に、日本海軍発祥のついた、これ、立派な日がめちゃくちゃでかいですよ。 2倍かぐらいあるのかな、うんはい、めっちゃあの高い日があるんですよ。うんはい、で、えー、これが本当にあのここ、このお船出のと、えー、まに、あ、日本海軍が始まったと言ってるわけでキ、ね、ム統制のときのスタート地点だ、はい、ということで,です。はい、あじゃあ、超古いところまで桜を植って,やってる、ねはい、だから期限2600年につ、2600年のさらに前なんですよはい、はい、前ね。そ、はい、そうそう,そう,そう、確かに 2600年というのは、もちろんね、うん、そうやってお船でして、あの神武天皇が紆、ま、余、あ、曲折を経て、奈良の橿原にたどり着いて、都を開かれて即位されたという、うん、そういうのから2600年ですから、うん、それを記念して、この神武統制の,あの船,お船が行った後を、実際に漕いでみようということで、沖、うんはい、清丸という、まあ、その神話に基づいた船を作 手こぎの、ね、船を作って、実際の、まあ、ちょっとはちょっと違うんですが、まあ、一応同じような航路をたどって、えー、近畿まで来るという、そういうプロジェクトまでやってるんですね、それをあのやったのが、まあ、あの当時の毎日新聞、はいね、でも今その毎日新聞でその資料くれみたいに言うとなんかこう,なんかうちは「古事記」を信じてないとばかりになんかちょっとあの冷淡な態度を取れるらしいんですけど毎日はね。 参拝行ったりするとね、神武天皇っていう漫画を渡されるんだよねあの横浜の方のそう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 横浜の方でこ,こ横浜ですねはいそれにね、れにねはい、あれが書いてあるね、この統制の時の 統制の時のの、やっぱり最近はの今年がちょうど橿原神宮が、神武天皇崩御2600年に当たる年なので、その神武統制のことも含めた、古事記日本書教をなぞるようなパネル展示が外拝殿っていうんですけどね、お参りする神殿のところで展示されてますけれどもね、ともあれそういう2600年の記念で、小木。 漕ぎ出したその船ですね、復元した船のこぎ手の方が、また1人生き残ってるんですよね、日向、うん、の,の,の国ミミ宮崎県のミミつで、91歳の方なんですけれども。うん 当時、だから,当時だからあの10代から20代のこう健康的な若者が招集されて、宮崎で120人乗ったのかな、その次、宮崎からその次の大分県にも寄って、順番で、大分県で20人乗ってきて、そのあとさらにあの山,、えー、山口県じゃないわ、福岡県に寄ったのかな、そこで大分県からの20人は降りて、また福岡の20人が乗って、隣の山口県でまたお。 福岡の二重に降りて山口の二重に乗ってとかってこう入れ替えた誓いだったんですけど最初からこぎ出したあの宮崎の方はずっと最後まで大阪の中之島に着くまでこぎ続けたらしいんですねあの交代交代でそれでその人は生まれてはじもう人生で一回は行きたかった橿原神宮に参拝できたとね当時のことを語ってくれましたけどでその後記録によると伊勢神宮行っ,てた行ってるんですけれどもところが伊勢神宮のことを全く覚えてないぐらい橿原神宮に感動したとあの建国の地だほど。もうやっぱり伊勢神宮以上に 実は柏神宮はまあ日本のエルサレムみたいなね当時,当時は日本って古代っていうか海洋国家だったんで、はい、やっぱ海をね、はい、こうふ渡ってた、はい、あの歩いてはそんなに行けなかったんでよね。はい それってなんで奈良に行ったんだろうねってうね、まあ、奈良の平野のね、あそこを教養者、もちろんご存じのとおり、大和三山、あそこがまあそういうのにうってつけの場所だと見な、うん、されたということなんですが、まあ、もちろんその後軍事的、政治的な理由で、うん、奈良盆地、水で京都盆地と移っていくわけですけれども、ただそれはなんで盆地ね、はい、海洋国家だったはずなのに、なぜ盆地を好んでたの一つは重心性でしょうね。 あの敵が予測、よそ、つまり海洋国家だから、海から攻めてくるとすれば。海から杉のところだったら、すぐには、るあるいは、あの沿岸から砲撃されたら、もうすぐやられちゃいますからね。後には、だからその重心性もあったでしょう、ね。ね、日本の今までの歴史の中で、最高に重心性があったのは。<laughs> うん 近江京ですかね、滋賀県の、今の大津市にある近江京、もし先座が実現していれば、松戸大本営とかが一番重心性があったのかもしれませんけども、あれはちょっと実現はしてませんでしたけどね、そのこらへんはまた知性学の奥山先生にともあれ、こういう立派な日があって、昭和15年当時の総理大臣だった那内光政海軍大将の筆で、ですね日本海軍発祥の人を書いてあるわけでございます那内光政の字が書いてあるそうです。なる